さんこんにちは、ゲーミングお母さんちゃみです。今日はですね、こちら鬼滅の刃デフォルメウェハースシールその10のリベンジ開封をさせていただきたいと思っております。はい、前回の動画を見ていただいた方はご存知だと思うんですけれども、私こちらのシール全28種類を27枚セミコンプリートまで来ております。はい、現在足りないシールがナンバー13の極みレアの玄弥くんでございます。で、どうしてもコンプリートさせたくて何回も何回もこのウェハースを開けているわけなんですけれども、こちらのウェハース8月発売ということでだんだん少なくなってきました。で、私の近所のスーパーも8個しかなかったんですよ。もうこれ以上はもうないということで、ひとまず8個買い占めてきました。でも残り物には服があるとコメントをしてくださった方もいらっしゃったので、服があると信じてこちらの方開けさせていただきたいと思います。開封する前に、前回の動画を出した時に私極みレアの玄弥くん出ましたので持っていきますよとか本当にたくさんお声掛けしてくださってありがとうございます。もう皆さんのそのお心がもう嬉しくて本当にホワホワさせていただきましたが、できればできれば自引きさせていただきたいと思って8枚さらに買ってきました。ここまで来たらなんとかなんとか自引きしたいじゃないですか。だからちょっと最後の悪あがきさせていただきたいと思います。いやでもね、本当に難しいですよね。狙ってるものを出すって本当に難しいなと思います。でも自引きしてるところをみんなに見ていただきたいんだ私は。なので開けていきたいと思います。では1個目です。いきましょう、せーのー、ドン。あー、伊之助くん、これは復刻の伊之助くんですね。あー、ありがとうございます。この伊之助くんはたくさん出てくださいました。でもいいカードが来てる、いい波が来てますね。お願い、契約、はあ、お願いします。いきます、せーのー、ドン。あ、伊之助くん、伊之助くん、これはノーマルカードの伊之助くんです。でも可愛いですよね、このシール。映画のことを思い出しますよね、家に張り付いていた伊之助くん。ほんま、あれは良かったな。では3つ目です。はあ、8個しかないからな、厳しいかな。引きます、せーのー、ドン。あ、みつりちゃんだ、すごい。15番のみつりちゃんが出ました。あ、すごい、いいカードがめっちゃ出てくれてるんですよ。めっちゃ出てくれてるんですけど、あ、でもこれいい波かもしれない。この調子で玄弥くん出したい。それでは行きます、せーのー、ドン。あー、ねずこちゃん、これは鬼化新工事のねずこちゃんです。はい、かっこいいですね。難しいか、半分まで来てしまった。早いな。それでは行きましょう。めっちゃ犬泣いてるやん。泣きたいのはこっちだよ。あう、あうあうあう、いきます、せーの、ドン。あ、あー、よく出てくれますよね、カラクさん。キドアラクちゃんもめっちゃ出てくれる。キドアラクちゃんはカラクと赤土がめっちゃ出てくれました。よし、
それではいきます。せーのー、ドン。あー、シノブさんだ。シノブさんの復刻カード、すごい。わあ、めっちゃいいのが出てくれましたね。わあ、いいのはめっちゃ出てるんですよ。え、すごい確率じゃないですか。8枚しか買ってないのに。残り物には福があるってこのことですよね。あとは玄也くん、玄也くんが来てくれたらもうパーフェクトなんですけど。それではいきます。せーのー、ドン。あー、ハガレス。ハガレスかそー。かわいいけど、あと一つ。でも残り物には福があるというのを本当に信じたい。だって確かにすごいいいカードが来てるんで、これにかけたいと思います。では最後の1枚いきましょう。せーのー、今回も出ませんでした。本当に厳しい。というわけで今回の開封結果はこのような結果になりました。お家にシールが103枚あります。出ない、本当に出ない。あー、これはもう無謀なチャレンジなのか、やっぱ難しいのかな。いやー、でもこうなったら自力したいですね。はい、まあ今回は残念だったんですけれども、スーパーで見つけたらまた買ってきたいと思います。はあ、やってしまった。はい、というわけでこの度はですね、デフォルメウエハースシールその10の開封をさせていただきました。この動画がちょっとでも面白かったよという方、ぜひぜひグッドボタン押してやってください。皆さんのポチが私の勇気になります。はい、というわけでこの度も皆さん最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。ご分を、次こそ頑張ります。